さあやっていくぜ。清宮焼きつくシリーズのもしも清宮がハムで4番ですダメになったらシリーズのパート23でございます。どうも新しいでございます。いやね、今日とかオールスターがありましてですね、すっかり追いついてないというか、オールスターだからオールスターに合わせてあげたいなと思っておりましてですね、今日はバババッとオールスターまでベッて飛ばして、そして観戦しようかなと思います。こちらでもオールスターみたいな。ただ1日遅れ、そこは許してください。遅刻アザラシなんで許してください。なんで今日はね、ダダッと飛ばしていきます。ダダダッとオールスターまで飛ばしていく。オールスターまで飛ばしていく中でものすごくこう変遷するかもしれない、順位が。でも変異するかもしれない。こう勝ちたいな。まあ、調子は悪くないな、選手たちの。よし。一番いいのは豊田。防御率で見れば関根が一番いいか。関根かな。山村か。山村とは対戦したくないな。うい強い。誰だ、主君だわ。小笠原おばんと。そして3戦目、ここ勝ちたいぞ。一番いい、2番目に、3番目にいい投手。うい強い、やったーここ3連勝を収めるとか素晴らしいですね。これはかなり優勝を手繰り寄せたと言っていいんじゃないでしょうか。4.5 ゲーム差。めちゃめちゃ勝ってる。初めて焼きつくするとね、なかなか何をしていいのか、野球ってものをよく分かってないとできないものではありますが、勝てないものではありますが、いやね、野球を知ると焼きつくが強くなる。焼きつくを強くなるコツは、そうですね、焼きつくを強くなるコツは、野球つくっていうゲームを知るというよりも、野球を知れば野球つくが強くなると。なんとなく適当にやってもカープでもまあまあな順位をキープできるし、1年目から日ハムでこんなわけのわからんことをしても、清宮を4番取ったばかりの新人選手をね、クリエイトした選手をこう使っても、それなりの順位を、それなりに1位をひた走ることができる。これが焼きつくの魅力。そう言って過言ではないでしょう。稲葉どうなんだこいついやこれは握手だよこれはブランデン残していた方が良かったよ絶対。だって、守備もいまいちな上に打撃も本当にいまいちだからな。そして28歳。これは握手だったと思う。田中健介かな。CC ぐらいまで行ってくれたら余裕でスタメン。いや、CC じゃないな。やっぱ、田中健介、これだとこの守備 C が一番気にかかるね。これはもうちょっと上がってくれやんことに。ね、このじわじわと選手が成長していくっていうのは楽しいね。じわりじわりとファーストなのに肩鍛えてるなーっていうところはな。この焼きつくでは肩のトレーニングと長打が一緒に上がっていくから、長打トレーニングでは筋力トレーニングか。だからまあファーストなんかの場合は肩がちょっと育ち損になっちゃう。育ったところでなーってなっちゃう。いやこの日ハムはね、野口がやっぱいいね。野口がいることが大きいね。だから球界屈指のキャッチャーのうちの1人、野口がいると。まあ、現実ではそんなにではなかったけどね、野口。その後日ハムから、阪神に移籍してた気がする。あんまり活躍せんかったな。これ見るのが楽しいんだよな。じわじわ上がるのをさ、別に眺めてなくてもいいんだけど、それを見るのが楽しい。人が成長していく姿を見るのが楽しゅうございますね。さあ、この辺りサクッとクリアしていくよ。サクッと誰を投げさせたらいいんだ。これは勝てん。おい、勝ってる。ん？ 5 番道の1本。そして、小笠原。稲葉の4点。期待に応えてくれている。期待したか。大して期待してないな。初めから大して期待してない。稲葉2本、6打点。下位打線がひどいな。下位打線がひどい。まあでも上位がもう怒涛の勢いで点を取るという、そういうチームだから。ミラバル。これも勝ってたよ。半分勝ってたぞ。言い訳無用だな。フォアボール、ヒット、満塁にしてから左エラー。5番道のところか。いや、違うな。レフトは稲葉だ。こいつ稲葉いるんか。うい、なぜ西武が清水に。こっからずっと清水。いやー、すごい投げさせっぷりしてるな。投手成績ロングリリーフをさせられている。この時代にロングリリーフというか、1個負けたら近鉄に詰め寄られてる。じわりと近鉄に。テレレテレレテテテレレテテ。オールスターまでぶっ飛ばしていくよ。時空を超えていく。ノーチェックで、ノールックで。ここからちょっと加速って感じだな。野球つく的に加速しちゃってる。別にそんなに急ぐことはないんだけど。オールスターに合わせたいじゃないの。うい、またミラバル。ここに来てミラバルがめちゃくちゃいい仕事をしている。1個負けだけど。ほら、0.00 だぞ。1.91 だと防御率が。ちょっと飛ばしてる間に、まあ、この辺はあんま変動ないな。もっと稲葉に打ってほしい。稲葉に打ってほしさがある。おお、小笠原22、23号、坪井1号。すごいですね。清宮にも1本が飛び出して、1人誰に変えて1人出したんだろう。誰に変えて1人を出したんだろう。打撃成績というか。そうか、小笠原に変えて1人とか出すんだ。まあ悪くはない作戦を取ってるね。守備悪いからね、小笠原。守備固めに1人入れるのは悪くない。監督の采配が冴えている。こうして見て、ランキング入りしそうなのは、オバンドと小笠原が頑張れば中村典子を入れるか。ちょっと中村典の独走だな、ホームランは。打率は一郎も多分絶対追いつけん、これは。3割5分3厘打たれちゃうな。ピッチャーじゃ関根が 2.35 で粘ってるけど、長井の 1.69 にはかなわんし、まあ投手は、岩本の勝利数とミラバルのセーブ数かな。そんなとこでしょう。タイトル取れる可能性があるな。脱三振はどうなったんだろうな。全然誰もヒットしない。誰も捕まらない。オールスター、野球つくないオールスターっていつだっけかな。全然ないんだけど。このワード7月終わっちゃう勢いなんだが。初でしょ。へえ。ここすごい大事かも、実は。ここが天下分け目かもしれん。投げさせられるピッチャーがいない。ういしょだわ。まずいね。中村のりがめちゃくちゃ打っとるくそに、そこに正田を当てていって大丈夫かなっていう。でもローズがいるもんな、ロバートローズが。ロバートローズタピーローズがいるからな。左で3人来て、右中村、左、右。いや、左どうしてもいいな。中村のり怖いけど左でもいいかも。どちゃくそ打たれとる。81だよ。防御率がこの試合の左だからといって、対左に左だからといって投げさすのはもう一つだな。勝てなきゃ意味がない。1勝2敗でまあ順位は下がったが、ちょっとにじり終わられたが、まあまあ直接対決そこまでです。ういあれオールスターいつ？来週？は7月の後半にオールスターなんてあったっけ？今まで。最近早いのかな？オールスターの開催時期が。何のために早くしてるんだろう。新庄のコード上げてえな。コード上げよう。やっぱりコード上げよう。それでは新庄の魅力を潰してしまうことになるのかもしれないが、しかしこうだわけよ。長所、牛を貯めて、角を貯めて牛を殺す。しかし、これは貯めるとは違うでしょう。欠点を補っている。一番バッターがね、出塁率低かったんじゃちょっと、ってなるからね。特になんか、この数日間で大きく変動したという要素はあまりなさそうだ。清水がね、スライダー上げてて4かな ?4 位かな。カーブ上げた方がいいかもしれないですけど。さあ、12分が経過してしまった。オールスターをゆっくり見れるということはないかもしれない。駆け足で、セーブ。豊田をまず投げさす。よし。関根を投げさす。よし。そしてガンちゃん。ガンちゃんがビシッとこう。勝つ。おすごい勝ってるよ、うち、今。すごい勝ってる。清宮もう18号だからな。新人で18号って頭おかしいだろ。打ちすぎでしょ。小笠原の4点だ。そして、オバンド、稲葉。オバンド。なんでこんなに勝てるんだろう。すごいな。7月の成績バカずば抜けてる。バカ勝ちしてる。勝率6割。ランキングには小笠原がちょびっと乗ってるかなっていうぐらいだし、打点じゃまあボーリック、あ、2打点か。なかなかだけどね。でも、打線の調子が良くて、ういー、岩本が、ガンちゃんの人気たるや。ガンちゃんが松坂の成績を抑えて、いやー、松坂を抑えて、ファン投票1位で選手ですね。金子誠、うちのチームから金子誠と、あと坪井新庄が選ばれております。イチロー、坪井新庄の並び。今、イチロー、坪井新庄って言った。もしかして坪井の方が新庄よりも人気があるのか。あ、成績がいいからな。なんもできんやないか。いや、雨やめて。練習ができんじゃん。せっかく次の日試合がないというのに、王貞治。オールスター王が勝た、オールスター王監督が指揮するという。オールパシフィックを贅沢しよう。イチロー、なんで補給が B なんだろうな。イチローなんて補給も素晴らしい選手じゃなかったか。隙がないね。長打ですら、新庄の方が長打があるか。長打ですらね新庄の方が坪より打ってんじゃん。キャッチャーは野口呼ばれてる。これでしっかり出場した選手はいいものを、先発石井が許せんな。もっといいピッチャーいたでしょう。長井とかいたでしょう。というかガンちゃんじゃねえのかよ。人気と選手間じゃないわ。人気投票で1位だったのにガンちゃんを、なんでガンちゃんを先発させたいんだ。ちょっと王に不満があるな。それはちょっと王の采配に不満がある。ガンちゃんが登板したらテレビのリモコンを変えよう。リモコンを変えるじゃないな。なんつったらいい、近づこう。そこでクローズアップしていく。今は飛ばしていく。ぶっ飛ばしていく。お、尾形が6番を打ってる。尾形、西、古田。うわ球場はこれは福岡ドームだな。うん。1点入れられた。福岡ドームかどうかを見極める判断はこの高い壁ですね。高いグリーンの壁ですね。それとあと上の方がドーム。ドームっていうかその多分ね。東京ドームはもうちょっと、東京ドームか福岡ドームかの2択なんだけど、多分福岡ドーム。この色がちょっとそれぐらいだな。あとはまあ感じかな、雰囲気。ここら辺にテラスがある。これが東京ドームじゃないな。だからやっぱ福岡ドームだ。福岡ドームで間違いない。野口ボロボロに打たれてます。野口茂樹といえばね、これ野球つくないではなんかね、お、松坂投げてる。松坂投げてるのもスキップ。ガンちゃんが投げるまで、我がエースガンちゃんが投げるまで、毎度ガンちゃんが投げるまでクローズアップはしていかなくて。長いな。松坂が打たれるとは思えない。あ、斎藤隆になってる。斎藤隆がなって投げております。横浜からメジャーに渡り、ドジャースなどでも投げ、抑えとしても中継ぎとしても活躍し、楽天に帰って最後に一花咲かせた斎藤隆です。その昔なんかまだまだホームページ全盛時代の頃に、もうネットの先駆けの頃にね、斎藤隆がめちゃくそ叩かれてた。そのベイスターズファンのなんかホームページにめちゃくちゃ叩かれてた。あれ様とか言われた。またあれが投げたの。あれ様が投げたの。太陽ホエールズだって斎藤隆です。そんな斎藤隆も今や、メジャーに渡ったのがすごい転機になったんだよね。球は速い。150キロぐらい近い球にすごく切れるスライダーを持ってて、そこまではいいんだけど、なぜか活躍できないって選手だったんだよな、斎藤隆は。それがメジャーに渡って活躍すると。まあ、分からんね。どういう選手が活躍するのか分からんね、メジャーに行って。プロ野球で今、メジャーに行って活躍できるようなピッチャーとかバッターとかいいのかな。菊池とかなんかいてほしい気がするけど、まあ、いったところでというところもするな。守備なんかは結構名手と言われる選手が、プロ野球からメジャーに渡ったけど、なんか大体コンバートされたり、活躍できんかったんだよな。まあ、例えば西岡とかね。あと、まあ、中島宏之は違うけど、守備の名手っていうことじゃないけど、小野サンデー慎吾じゃん。ガンちゃん投げるのいついつガンちゃんが投げるんですかね。口出しできないから、その様子を見守っておくしかないんだが。会議体制、松井和夫。おお、松井和夫やりますね。金子誠のバッティングを見よう。ファーボール。バンド、このチャンスは大切にしたいといけません。清宮出してほしかったなぁ。清宮の出ないオールスターなんてこのシリーズであってはならないまあしょうがないか。おろ上原それでいいのかい。イチロー味方になった。イチローカスカス。いやこれはイチローなりの盛り上げでしょう。ここでまかり間違ってスリーベースで持ってしまったら試合が決着してしまう。なんで川越なんだよ。ファン投票1位のガンちゃんを出せ。ガンちゃんをいい加減にせえよ。いい加減にせえよ。シュレット川越を投げさせたことをおいお前田智則だ。見たい前田と後ろ姿しか見えんわ。しかも打率3割6分でイチロー超えとるやないかい。これはヒットですね。新庄の肩を持ってしても新庄この適当なグラフィックス。うん、まあ5対5。なんで川越をそんなに投げさせなくちゃいけないんだ。もう下ろせこいつ。あーパリーが負けちまう。このままパリーが負けちまうノリ、ローズ、新情報工藤だね。今やホークスの監督ともなっている工藤ですね。スタートボタンの効きが悪い。工藤対城島、釣り人対監督。打てファール。ここで1点打つ、1点取るんじゃねえかな。ファール。ああ工藤が巨人 OB ってイメージ全くないけどな。スタートボタンの効きが本当に悪い。頼むからガンちゃん投げさせてくれ。ガンちゃんを投げさせてくれ。あーなんだかなんで川越をこんなに投げさせてんだ。王は頭おかしいんじゃねえかあいつ。野村健次郎、野村健フォアボール。清水孝之、巨人のレフトを守っていた清水たおおなんとか1点で1点止まりだけどな。ピンチヒッターターニー。大塚明文、ちょっと待って、本当にガンちゃん投げさせるつもりなのか。最後の最終回、起死回生の一打を放つ。我が日ハム勢をご覧に。ギャラード。このギャラードの絵とかもう全然捉えられてないよな特徴。まあギャラードがどんな顔だったかなんてもう全然覚えてないけどね名前からして強そうだよなギャラードとかね。いかにも中日っぽい名前をしてる。ギャラードス、ドラゴンタイプ水ドラゴンだっけギャラードって違うわ。えギャラードって水ドラゴンじゃねえよな。水ドラゴンはキングドラだろ。ギャラードって実はドラゴンじゃないんかあれ。水飛行じゃなかった確か。なあポケモンの話をして悪いけどポケモンの話して悪いけどポケモンのことはあんまり実は知らんけど、初代世代かな。いい通りです。これめっちゃいいチャンスだぞ。味方になったイチロー。牽制すな。今いい。ああああ、ノリさんいやー、特徴的な構えをしてるね、やはり。タフィーも呆れとったわ。見守り。あれでも清宮の方が打ってる。タフィローズはすごいよ。すごい評価されてると思うんだけど、この時代でも。わからんね、焼きつくの、そのパラメーターと成績が必ずしも合致するとは限らないこの感じ。よし。よし。ここだともう一本。新庄、ここで打つのが新庄でしょう。ああイエスどうした尾形どうした尾形。面白かったちょっと面白いオールスターってのはね、野球好きからするとね、もう一つなんだよ。公式戦じゃないからさ、いろんな選手出てくる気はするんだけどさ、まあまさに祭典だな、お祭りだね。なんだけどまあね、公式戦じゃないからそんなになんか真面目に見ないみたいなのがある。ギルモア選手真面目に見ないっていうか、なんかそんなに楽しみでもない。ちびっこファン向けみたいなところ。クロートになってくるね。俺自分ぐらいのクロートになってくる。オールスターあんまり楽しめない。ストレート真っ向勝負とか見てもな、ちゃんと変化球も投げてくれよっていう気がする。なんかそれを美徳みたいにする風潮もあるんだけどな。ストレート真っ向勝負もよしとする。俺はそうじゃないと思うんだよ。ストレートだけが持ち味じゃないというかね。一番いい球を投げてほしいと思うんだけど。小坂出塁率ではやっぱ一郎か。4割7分3厘ってほぼ2回に1回出てるな。投手成績はこれがこういうタイプの選手が防御率トップだからね。焼きつくでこういうタイプの選手が変化球がやっぱ多い方がいい。あとはフォークがある方がいい。だからこの清水も通用する。逆に言うと、一芸に秀でた選手は意外に防御率上がっていかないのはこの焼きつくですね。一芸に秀でた感じ。一芸に秀でた感じ。変化球多いのにな。まあ、若田部とか。球種が多ければいいってわけじゃないけど、やっぱこういうの見ていくと、やっぱチェンジアップが大きい気がするな。防御率の上がるには、防御率を上げるには。そんなガンちゃん、チェンジアップないけど頑張って奮闘している。奪三振じゃ松坂か。これ勝てんな。これは勝てんな。20歳。月別順位。いや、これ。独走じゃない ?7 月。ほぼ勝ちゲームが見られたっていうぐらいの独走ぶり。じゃあ、まあこんなところで社長の話を聞きましょう。お気楽 TV。 1試合の放映権料が高く。まあお気楽にしよう。人事は何も成果がなかった9連勝、いつの間に9連勝も。あ、選手のトレードが終わっちまったと7月で、そしてもう8月になっちゃった。暑いからね、うちわもね、多分売れるでしょう。お、これね、マジックグラブはね、補給率が上がります。守備が良くなる。小笠原とか清宮とかそういう風な守備になるのを抱えている選手の多いうちのチームでは非常に効果的なアイテムと言えるのではないでしょうか。グッズ、渡辺企画に持ち込んで500万円1ヶ月、そしてアイテム開発5000の1だな。ディープランニングに5000の1、とりあえずこれで開発させとこう。お金はもうね、こっからは別に節約することもないわ。選手を取るってこともないし、外国人選手も取れないしね。ほら、外国人選手の探索も終わってるし、新人の探索もはお金かからないし、なんか作るってわけでもないし、まあこのところでしょう。いやー、まあオールスターでした。オールスター回でした。試合展開だけ見ると、オールスターの試合見てもね、まあ、特にこれといって面白めないかもしれないけど、まあ、最後の展開が面白かったのでよしとしよう。まあ、それよりもぶっ飛ばしてやったんで、いきなり順位が固まっちゃったけども、そのプロセスをね、すっ飛ばしたけど、まあ、次は8月に上げることになるのか。いやー、飛ばしちゃったな。飛ばしてしまいましたね。今日がめっちゃ遅い時間に撮ってる。今日が15だから、下手したら2週間ぐらい間が空いちゃうかもしれない。まあ、しゃあないな。ほなまた。